おはようございます。清美です。本日も毎朝の連続パイロット Vlog クルーズをご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、こちらグライダーの方で飛んできているんですけれども、非常に朝焼けの綺麗な朝ということでですね、昨日はですね、日中非常に穏やかな天気だったんですけれども、夜にかけてですね、土曜日から日曜日にかけて風が強くなってきているということで、この朝の時間でドローンを飛ばしたかったんですけれども、まあどうかなというところですね。ただ強風でのテストっていうところでは非常に面白いのかなということで、この後ですね、トライしてみたいと思うんですけれども、まあおよそ、風が今6メーターから7メーターぐらいですね、吹いているということで、少しでもこう上空に上げるとですね、あっという間に10メートル越すかなっていう感じなので、DJI Mini 2の軽い機体からしてどこまで耐えられるかなというのが気になるポイントですけれども、試しにやってみたいと思います。ちなみに映像の方は、例によって 4K30 フレームで撮影していますので、もうすでにですね、綺麗な映像を撮れるということは分かっていますけれども、今日はですね、ドローンの強風テストっていうような形で見ていただければと思います。ということで、ご覧ください。ということで映像の方を見ていただきましたけれども、思いのほかこう強風を感じさせないようなですね、非常にいい映像が撮れたのかなというふうに思います。ちなみに操縦もですね、風が吹いているからといって難しくなるような、そういったこともなくて、ホバリング性能が非常に高いなっていうので、非常に感銘を受けた、そういった感じですね。ちなみに上空の方50メーターぐらいまで上げると、やはり風が強くてですね、もうこれ以上補正できないっていうことでワーニングが出て、そこからはマニュアルで下ろすっていうことが必要でしたけれども、かなり許容値としては広いなっていうので、とてもいい検証になったのかなというふうに思います。ということで今日は簡単ですけれども、こんな形で終わらせていただきたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。To be honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around. Believing my inflated eight brains figured it out.